今9時15分な気がするじゃないですか。2014年のデイライトセービングなので今10時15分なんです。今日もう帰りますけど曇っております。曇ってますよ。なんか昼間はねプールを利用する人が昨日いました。こんな時間はゼロじゃないけど、あっちのプール、こっちはね日が当たらないんで、このプールかこのプールは人が結構昼間は賑わってましたね。あ、雪山が見えますね。アメリカはこうやって何整備がおかしくて車走っちゃって今ホテルチェックアウトして今からご飯食べに行きます。こぼしたのに一番乗りでした。店の雰囲気はこんな感じですね、うん、オールユーキャンイットにしようと思ってるんだけど今日は日曜日なので高いですよ。お昼だけで、うん、面白いね。コスティサンダル、サンダル、それは別料金なの。別料金、まあドリンクと別料金だけど、現在も取っております。夫婦で主婦、あ、そうか、2つずつだからシュリンプとプルコギ頼んだんだっけ、うん、これです。カニのカニとキュウリのサラダがこれだったお茶はね、あのここのお店韓国系だからあのコーン茶でした。うん、うん、あ、かわいいサイズじゃん。これ頼めやすいね。これ長さんが頼んでくれたやつだからちょっとずつシェアしたいと思います。長さんはちなみにわさびが嫌いなので私はわさびつけて食べたいと思います。これ多分トルコギドーラこのタレを辛いこれちょっと一口がチャレンジ。あ、そぼろ。おいしい。これちょっと引っ張ったの。事件です。この上についてるのがわさびで、長さんもらいました。一言。言ったもされた。ふざけんじゃねえって。ふざけんじゃねえ。すごく可愛いサイズです。長さんを痛めつけたってわさびのネギトロ。このキュウリね、食べだしたら美味しかった。なんかガリ、ガリは生姜だけどこれそれのキュウリ版みたいな味です。シュリンプ天ぷらロール、他の店はこんなタレみたいなのかかってないのにね、ここはすごい、うん、豪華じゃん。エビじゃん。エビだ。エビ手ついてる。そんなのあった？うどんっていうだけだよね。そう、うどんっていうだけ。すごい豪華ですね。お試しください。はい、一気に来た。唐揚げとうどんはちょうどいいサイズでしたね。うん、ちょうどいい。なんか量がすごく少なめね。うん。多分ね、でかい人は一すすりで終わりで。子供用みたいな。うん、そうそう、なんかいろいろ頼んでくれた。あ、美味しそう、こっちも、うん、うん、スパイシーロールに、これ何？え？キルディスが分からないやつね、これ一番上が何て意味わかんないんだけど、うん、なので、火の口、あれ？火の口、口づけコールナイオン緊急事態この愛を殺してなぜかね、レンゲが大体ついてくるんですよ。お豆腐とネギの味噌汁です。あ、フィラデルフィアのこのクリームチーズ量多いわ、うん、美味しそう、綺麗。なんかクリームチーズの量がね、間違えると美味しくないんです。
ここ多いからあまりみたいです。ごめんちょっと笑っちゃったんだけど、アフォガードってコーヒーがかかってるんだけど、まさかフレークのっけてくると思わなかった。一瞬何持ってきたんだろう。グリーンティーもなんか薄い色だよね。なんかメロンアイスシャーベットみたいな。これシリアルがここにコーヒーが、わかるかな。あ、こっちのが好きかも。意外と美味しかった。甘いだけでしょ。抹茶要素ないですよ。こっちの国に2階のレイヤーがあるんだけど、基本的にはスポンジライクな感じ。誰だよ。茶なだけに。アサミアイスクリーム。誰だこんなの考えたの。フレークが邪魔なのよ。でも私はこっちの方がまだマッチよりいいかなんで。ね？まあ別に悪くなくない？ちょっと待って。コメンテーター。うん。ね？うん、こっちの方がまだね。食べ物としては成熟。食べ物だって。食べにくさはかなり欠点だけど、もうちょっとね、こぼれないようにしてくれればそれでよし、あとはちょっとね、あの、なんだっけ、日本のパフェとかとそんなノリで食べてもらえればみたいな、うん、あ、ね、あの、このフレークも、あ、でもちょっとクロストが、クロストだよ、うん、クロストが欠点だな、いらねえな。合計です、 83.34、 チップが 15.66 セント。今からどこ行きますか。ラスベガスのめちゃくちゃアウトレットラスベガスっていうとこに行きまーす。多分あの正面の建物だね。私前回さ南の方行ったでしょ、うん、あの時にこれをねちょっと動画じゃないけど航空写真みたいなので見たからこんな感じです。なんとかセンター、ワールドマーケットセンター。こういう感じでお店が両端にあって、屋外だね。サイズ表記が日本と違うため、未だに慣れません。やっと自分のサイズが見つかったと思って靴を眺めていたら、夫が来て、これメンズだよと言われました。フードコートがありますので、私たち食べたんですけど、中だけご紹介したいと思います。まず入ってすぐ、聞いたことないレストランとサブウェイ。これはなんだ？なんかパニーニっぽいな。フィリーってことはフィリーチーズステーキサンドイッチみたいな。奥がなんだろうね、ナリロールアジアンですね。あの奥ね、フィリーチーズステーキですね。すぐ分かったね。さすが好きなもの。すぐ分かったこの正面なんか謎じゃない？イタリアでしょ。いやだけどなんか中国人向けにか、だからあのその真ん中のバリューミールの意味が分かんないじゃん。ああ1、2、3、選べなのが分かんないけど。オッケーオッケー。あのあれだね、観光客向けにね。そうそう、作ったスターバックスが見える。どこでもあるですね、スターバックス。なんか結構広いですね。ポロに来ております。
今年も値段知りません。まだ知りません。はい、どうぞ。150ドル。120ドル。ああ、いい線いってましたね。ぐらいですよね、やっぱアダルトフローレンだと。これもなかなか可愛いね。159だって。これに300払うよりね。あのね、私がね、お、これ可愛いじゃんって思ったわけ。してそっちにあるんだけど、これなんですけれどね、あの次のめくると分かりやすい。上の方に。ニキュッパですね。ニキュッパって言っても高いニキュッパです。ニキュッパのどんなニキュッパ？ニキュッパだよって。ちょっとこういうイメージね。ちょっと疲れたので、あの下場のあの州によってカップが違うってやつ 見に来たけど。これだった。これじゃないのって言われて。これラスベガスバージョンなんですよ。暑いから冷まして。3時を過ぎましたので今から。予測は4時間半だけど帰ります。5時間。ちょっと止まって、トイレ休憩とガソリン給油とかするので5時間ぐらいを見てます。何待ちですか？コスコのガソリン待ち。そんなかかんない気がする。価格帯はどうですか？ちょっと安め。カリフォルニアよりね、1ドルぐらい安い。それ大きいね。ちょっと休憩です。やってちゃうちゃう。なんか雰囲気はこんな感じです。ここに座ります。私はアボカドチーズサンドイッチにしました。反射してて全然見えないのスイスチーズを抜きました。お、何だ、何取ってるんだ。何にもしてない人。ごめんなさいね、横で乗ってるだけで。しかもビールを飲んで、すいませんね。バーバーババーを連れてきたばっかり。そうそうそう、髪切ったしたら後でバッグを請求されたんですよ。あのレジでなんかなんだっけ、 E メール登録して安くしてもらって。そう、15%。私あれ聞かれたら多分答えられないっていうか、相手に通じなくて。あ、そしたら 20%？ 15 15% オフしてもらったんで、ちょっとよかった。まあ20ドルぐらいオフになったからな。それよかった。ああそうね、絶対言いましたよね。提供そうだよね、サーブ待ちですね。すんごい時間かかる気がしてきた。やる気がなさそうだもん。なんかお酒出したから一緒みたいな。あ、表面上は忙いんだけど、すっごい不適されてる感が感じたんだよ。そうだね、俺全然通じなかったもんね。何言ってんのこの子たちみたいな。俺が言ったことも聞いてないんだよ。頭、あのあれだよ、脳が拒否してるやつ。もうそれ全然違うの言ったら。ああ、っていうか私チーズ剥いたじゃん。チーズ入ってるかもね。可能性あるね。貼り付いちゃったね。ああ、まあまあこさえてください、ね。ありがとうございました。はい、じゃあもちろん行動、あとは食事が来た時に。ちょっとナイフ刺さってきたね。いや、刺したままにしといてよ。こうやって来たんだから。こうやって来たんだから。はい、私のやつはこれです。なんかキャタピラみたいだよ。うん。いや、ちゃんとチーズ抜いてた。よかったよかった。うん、よかった。それは通じてたらしいね。え、これで食べろって全部。うん、ありがとう、さん。チーンってやつ。あ、ポテトもちょっともらおうかしら。はみ出したね。うわ
わさって落ちてきた。いや、地盤が崩れてるみたいな。うん。どう？美味しい。うん。うまいよ、うまい。スロークックって感じ。うん、そう。私はコールスロー。あのね、激山じゃなかった。助かった。コールスロー。よかったね。